はい、おはようございます。今日は4日目の朝、木曜日ですね。いやー、キャンプ場はね、空いてるんですけど、すごい気持ちいい朝でね、でもあのサイト、うちのサイト、こう朝日がね、バンバン当たってね、早くから車内は暑くなっちゃうんで、あのスポットクーラー、アイリスオーヤマのポータブルクーラーを使って、涼しくしているような状態です。さあ今日は、温泉巡りちょっと行ってきますので、また、このままね、動画で報告します。はい、今日は玉川温泉に来てます。玉川温泉ね、前はあの日帰り入浴は駐車場タダだったんですけど、今ね200円かかるということで、お宿泊者以外は上の駐車場に停める、よっぽど見客じゃないとですね、あそこの階段厳しいかなっていう感じですが、まあ坂下ってくれば大丈夫かな。今からね、あの、なんていうの、温泉が湧き出てるところをね、ちょっと見ていきたいと思います。温泉は新玉川温泉に入りました。あの赤ちゃんいるんで、そっちの方があの入りやすいんでね、まあそんな感じで使い分けたらいいのかなというふうに思います。pH1.2、もう超酸っぱい温泉、行ってみよう。はい、来ました。すごいね、ここね、風のない日は危ないからとどまらないでくれって書いてありますね。ガスが下に溜まるからね。火山ガスって匂わない時があるんですよね、成分によって。だからいきなり死んじゃうんだよね。すごーい、見てる。はい、ただいまですね、十和田八幡平国立公園大深沢展望台に来ています。標高1560メートル、今アスピーチラインを通ってですね、東四条温泉に向かってるんですけれども、縄文の森、十和田湖からはね、90キロぐらいかな、下道でね。すごいトンボ、トンボがなんかすごいいっぱいいる。いやー、すごい美しい。よし、先急ぎます。